休日です。来ました。急に始まりましたね。今日は Vlog ですからね。はい、ほんまに緩く撮っていきましょう。そうですね、うん、雨予報だったのに晴れましたね。いや、なんか4時ぐらいからちょっと降りるかもみたいな感じらしいですけど、ね、うん、ここはどこですか？ここは江ノ島です。ウェーイ。いや、久しぶりに来ました俺江ノ島。ね、俺もマジで久しぶりよね。あの、ガラガラ乗ったりと。確かにちょっとね、悪いことしてるんで今乗せれないんですけど、ね、いやでもまあまあ緩くね。そうですね、楽しんでいきましょう。はい、はい、マジで夏って。かほんまにね、今日の天気予報さ、雷とかやったのにこの天気がやばいよな。いや、ガク半年間、まあ、言い過ぎやけど頑張ってよかったな。ね、ご褒美やろもうこれ。とりあえずこの麦わらにこの背景が映えすぎる。いいですね、久しぶりですね。はーい、皆さんお久しぶり。チャンネルマッシュのショートです。おレトジャン探しの人だ。今日はみんなで休みもらって江ノ島来てます。おー、しっかり YouTuber なんじゃない。バーベキューこれからするんすけど、特別枠で今日相撲大会もあるんで、みんなお楽しみに。はいはいはい、じゃあスーパー行ってきます。買い出ししてきて、レンがじゃんけんに勝ってるの持ってなくて、ショーターが結構重たいの2番目に重い買って、ヒラサインがもう一番重たいの持ってますね。すごい背中が輝いて見えます。僕はまあ2番目ということで結構軽いです。大丈夫ですか？あ、全然、一番年下なんで。あ、それでは皆さん、2022年夏も楽しい夏にしましょう。乾杯。乾杯。やい。一個ゴミ袋作るか。ここで率先して動ける男はモテますね。俺ら女の子になっても動くから。男だけでも俺ら何しよるか。二人が準備してくれてる間、おっぱい見よう。おっぱい見よう。今からおっぱい見たいと思います。名前は何ですか？アヒル、アヒル太郎です。ニキじゃないんや。ニキじゃないんや。シュのエッチ。うん、はい、それではね、こちらの方食べていきたいと思います。うん、夏の味がしますね。ガキさ、今日の朝もずっと無人島の動画見よったやろ。でお前多分無人島とかで生活できないタイプだろ。いや、敵。じゃあ、翔太君何持ってきます？人かな。人一匹持っていけば寂しくないじゃん。男っすか？うん、男でいい。レッグかな。これ大丈夫、ボケるか、めっちゃ正当な答えか。ガクは逆に何持ってくの？これ正解は朝紐なんです。出た、朝ひもなの。実際にやってみよう。やっぱ魚とかもさ、幼児とかもそうだけど、ラクサーなんかその T シャツ見たことあるんやけどさ。なんか拾いました。どこで？え、甲州街道。なんでやねんお前、ちょっと家バレるぞ。甲州街道。シェフ、今日の焼き加減はどうですか？今日はちょっと微妙ですね。微妙。いつもだったら4000度ぐらいあるんですけど、今日は700度ぐらい。まだまだこれからです。それ何焼いてんの？何焼いてんの？これはあのダブル X ですね。ダブル X とシンプソンズかな。それ何年代ですか、シンプソン？これは60。60ですか。シンプソンないよな、60。シングルですか？いや、これはダブルですね。あ、ダブルだ。あ、じゃあ新しめだ、結構ポッキー、ポッキーですね。大丈夫ですかね、これ。あ、うわー、CM 来るわ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。いや、でもやっと休日って感じですね。4月29日にオープンしましたが、8月17日をもって初めてのね、店舗を休みをいただいたということで、今回ね、片瀬江ノ島やってまいりましたが、すごいね、夏を感じれて
とても幸せな気分でございます。まあほんまにね、コロナという中ではあるんですけれども、たくさんの方が海で夏を楽しんでおります。まあ今日もね、ゆるくこの後相撲大会があるらしいんで、ほんまになんかいつもは硬い感じですけど、マジでゆるく動画回していきたいと思います。うん、お楽しみに。お、走ってきた。どっちが勝つ。うわー、いいね、夏の男ですね。次の勝負どっちが勝ったんですか？俺ー。うぃー、ガク負けていいんかよ。まあ、ちょっとウォーミングアップ。うん、なんでこれから今日は後でやります。翔太はどうだった？余裕だった？余裕お前らさ、ちゃんと動きからんのに急に動けん。そのなんでバカすんだのさあ、彼女目線のガク大賢さん、アーンのフランクフルトちょうだい。アーンのこっちにカメラ。素敵です。お前が食うやったら食うやったらということでね、マシーチャンネルといえばこういう救出動画は飲み芸ですよ。飲み芸、前回もねコテージ行った時に葉っぱ巻きゲームとか山手線ゲームとかいろいろやったんですけれども、いいっすよ。お題何にしようかな。せっかく海に来てるということで、山手線ゲーム、夏っぽいものでいきますか。おーちなみに山手線ゲームは2人でも分かるでしょ。もちろんです。で、連審査員してよ。俺らが審査したらもう飲みたくないから、全員俺らがいや夏っぽいって言っちゃうから。オッケー。お題は夏っぽいもので順番に言ってって、違うってなったら持ってる、まあ、互いの酒を一気ということで。まあこんな尺もないんでね、パッパ行きましょう。ああ、社長の酒こんなんす。社長の酒まあやりますか。じゃあ私から時計回りでいきましょう。そんな社長から始まる。社長から始まる。夏っぽい山の手探検。せーの、夏祭り、海、花火、バーベキュー、あ弱いって。お題書いてもいいよ。俺バーベキューめっちゃ言おうと思ってた。あーなるほど、これあるあるじゃない、一個前のやつに言われちゃって。確かに。じゃあ山手線ゲームで、まあ、古着屋なしですし、古着関連でいけます。おー、できる、大丈夫、古着屋対不動産やけど大丈夫。じゃあお題はリーバイスのパンツの種類。おお、余裕。行こうか。はい、終わりそう。では翔太から行こう。かわいそう。俺最後でいいよ。なんだろう。そんな、なんと古着屋回し兼不動産王の海田君から始まるリーバイスの種類でーす。よっしゃー。シルバートム。おお。501。うん、505。はい。517。おお。646。うん。684。606。あれ。はい。お前さ。マジか。ちなみに606適当に。いや、俺カッパ巻きやりたい。カッパ巻きやってみる。あ、いいよ。カッパ巻きって何？一カッパ巻き。じゃあ俺がルール説明します。そまずね、31ゲームっていうのがあって、31っていう数字を言ったら負けっていうゲームがあるんですけど、それに関連付けさせて、炙りカルビみたいなさ、噛んだらダメを融合さすとね、このカッパ巻きゲームっていうのは。で、カッパ巻きゲームは21カッパ巻きを言った人がダメなんやけど、1人3つまでは言えんねん。1カッパ巻き、2カッパ巻き、3カッパ巻きって言えるけど、4カッパ巻きだけでもいいんやけど、最終21を言った人が負けやし、噛んだ人もダメ。あー、なるほどね。わかりました、ルール。はい、もう期間取ってください。リーカッパ負け、え、次俺とか言わんとってね。よし、じゃあ負けた、ガクから行こう。そうだね。なガクから始まる。カッパ負けよいしょ。せーの、1カッパ負け、2カッパ負け、3カッパ負け、4カッパ負け、5カッパ負け、6カッパ負け、7カッパ負け、8カッパ負け、9カッパ負け、10カッパ負け、11カッパ負け、12カッパ巻き、13カッパ巻き、14カッパ巻き、15カッパ巻き、16カッパ巻き、
17カッパ巻き、18カッパ巻き、19カッパ巻き、20カッパ巻き、91カッパ巻き。作戦ミスやな。まあそうやな。普通に二人が頭良すぎた。もっと来いよ。互いに3つずつ言えよ。まあまあ3人ずつ飲んなきゃええんちゃう。で俺以外で相撲やってもらって。あ、確かに相撲やらない。だって俺さっき海行った時にさ、この後相撲大会しますって言ったもん。ほんまや、忘れてた。ガクはちなみにここで言っとこう。あ、オッケーです。俺は人生で一回も相撲全くじゃない。周りが弱かったんちゃう。まあだからそれはこの後見てます、ね。まあまあ。瀬戸蓮と翔太の中ではやっぱ翔太がダントツ強いんだ。てか俺はやったことないけど、もう俺はなんか怪我するって言うんで不戦勝やし、じゃ勝てんかな。勝てんやん。だってもうブレーキングダウンで言ったら俺とお前は30キロ差ぐらいよ。だからヘズマ龍と12二期みたいな感じやなんか いや12二期でけえから。嫌 やけど、嫌 やけどその通りだけど。あなたの動画は相撲大会になるんかな。まあ、それは最後まで見てのお楽しみですね。マーシーチャンネル。はい、ということでね、今バーベキュー場から出て帰ろうかなと思ってはいるんですけれども、最初にお伝えしていたね、相撲大会やってないんじゃないかということで、もう僕の後ろを見ていただいたら分かるとは思うんですけど、ガクがもうやる気満々で、レンも翔太ももう服着替えちゃってるんですけど、ガクだけもうやる気満々です。カモさん勝てますか。余裕です。倒してあります、ね、周りの士気を高めてね、広い目で全体を見ないといけないんで、これが本当は出るんですよ。僕はね本当に出場はできないんですけれども、相撲に僕はね実は一番、まあどういった戦いを繰り広げるのか見ものですね。天気がすごい悪くはなっているんですけれども、まあどうなるのかぜひ皆さんお楽しみください。こちらからは以上です。さあ、それではカモ選手、はい、相撲大会が今から始まりますが、はい、意気込みの方よろしくお願いいたします。1分で倒します、うん、ちなみに相手は誰ですか。金田翔太です。金選手、意気込みの方はどうですか。だりーよ、インタビューとかブレキングだわ。俺、ロレックス持ってる。ロレックス持ってんだよ。何何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 恥ずかしいです。何だろう、クロマハート。クロマハート、クロマハートらしいです。ん、僕はじゃあガクにかけます。レン、どっちにかける。翔太やって。じゃあまあ 50%50% ですね。ルールといたしましては、はい、手をついた方、お尻のついた方の負けでいきましょう。文句なし1回勝負でいきましょう。それでは互いに2022年夏これ以降あと半年の抱負を一人ずつ言ってもらっていただいてもよろしいでしょうか。じゃあまず金田翔太さん、ゴルゲーマーシー乗っております。よし、カモさんどうぞ。こいつぶっ倒します。では互いに見合って正々堂々文句なしの1回勝負で行いたいと思います。見合って見合って、発狂残った。小学生からの友達のこの太田蓮くんですけれども、学にねすごい煽られたということで、カモ選手、カモ選手大丈夫ですか。勝てますか。カモ選手大丈夫ですか。勝てますか。カモ選手オッケーオッケー、いきます。オッケーです。それでは太田選手、先ほどカモ選手やる気の方をお伝えしていただいたということで、太田選手やる気の方一応お願いいたします。あ、ぶっ殺す。いきました。やめてください、殺すとかはコンプラなんで、やめてください。それでは互いに2022年夏これ以降の健闘を祈って、発揮おーい向かった。なんと、ガク選手2戦連続敗北の後にオーナーマーシーと対決が決定しました。もう俺する予定ちゃうぞ。今オーナーマサシ準備中です。ああ、楽しいやつかもこれ。
一方のガキ選手かなり悔しかったのか結構準備が入ってます。まあ、どっちが古着屋のオーナーか聞きましょうか。いろいろ対決してるわけなんで、ここできっちりこう上下関係をはっきりさせてもらって、ガキ選手ここで負けたら後がないですが、いかがでしょうか。一方正義選手どうですかね。やります。じゃあ意気込み2人のところ聞けたところで、そしたらじゃあ早速試合開始の方で行きたいと思います。そしたら見合って見合って、はっきょーい、残った。おお、接戦だ。今までいないぐらい長いぞ。あれ？ガキ選手、ガキ選手、誰にも勝ってないです。誰にも勝ってないです。いや、まあまあまあ。ガキ選手、数時間前の発言覚えてます？数時間前の発言。俺は人生で一回も相撲負けたくない。相撲だったら誰にも負けないです。あれ。女の子呼んできてください。ご視聴ありがとうございました。インスタグラム、YouTube 登録よろしくお願いします。あと、グッドボタンも忘れずに。See you! 金田翔太で夏を感じてみたファッションです。どうぞ。てー、てれててれ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 。